PS2 コネクタはパーソナルコンピュータで使用される入出力ポートの接続コネクタの一規格。名称は IBM PS2 で採用されたことに由来する。物理形状はミニ DIN6P コネクタ。通信方式は同期シリアル通信が採用されており、以後の PCAT5 換気の多くではマザーボードに搭載された。通常は キーボードとマウスの接続に使用される。過去には、バーコードリーダーや磁気カードリーダーなどの入力デバイス、ごく稀には、ポータブル HDD、キーボード切り替え装置などの駆動用電力を取得する、目的でも使用された。キーボードの信号内容は、AT マザーで使われた5ピンの d ンコネクタと同等であり、PS2 コネクタとの変換コネクタが存在する。ノート PC や、 近年のマザーボードなどでは、マウスとキーボードが一つの PS にコネクタに統合されていることがあり、そのままではマウスかキーボードの片方しか接続できないが、PS にスプリッターで分岐することにより、両方を同時に利用できるようになる。また、コネクタ部も紫、緑の二色で表されていることが多い。1990年代後半以降は、 USB や Bluetooth に置き換わりつつあり PS2 コネクタを廃止したマザーボードが増えておりレガシーデバイスの一つとされることもあるただし2018年現在においても一部のサーバー機やシングルボードコンピュータなどで PS2 ポートのみをサポートしている例があり細々とした需要がある PS2 との両対応を謳った USB キーボードや USB マウスは一般に p s PS にコネクタに接続するための変換アダプタが付属するが、アダプタは物理的な接続のみをサポートし、プロトコルの変換を行うわけではなく、p s にコネクタが USB とも USB の HID デバイスとも互換性があるわけではない。接続されたバスの状態からキーボードやマウスのコントローラが接続先を認識し、実際の振る舞いを決めている。 以上のような状況から、アダプタは固有の商品に対するオプションや、添付品など、その接続の対象は限定され、汎用のものではないことには、注意が必要である。明示がなくとも、使用できるケースもあるものの明示された、組み合わせ以外での使用は、保証外である。また、p s に専用の古いホストでは、タイミングや初期状態等の使用の違いにより、動作しないケースも、 稀に存在する。そのような場合は、実際に信号を変換するアダプタを挟む必要がある。逆に p s に接続のキーボードマウスを USB 接続に変換するアダプタもあるが、こちらはアダプタ内で信号を変換する回路を搭載するム用品であるため、逆の変換アダプタと比べて大掛かりのアダプタになっていることがある。また PCI ボードで、 USB コントローラーを搭載しており、本体側から見ると、USB キーボードや、USB マウスとして接続する p s にポート増設ボード、といった製品もある。また、N キーロールオーバーの特性により、特に、ゲーム愛好家には現在でも、あえてレガシーである p s にキーボードを好むことがある。ありがとうございます。